ボルジアへ文書より、タモアンちゃんのイツパパロトルイツパパロトルは、アステカ神話の女神。一般に、骸骨の姿をし、ジャガーのカギ爪を持ち、刀を並べた羽をつけた、恐ろしい姿をしている。イツパパロトルとは、ナートル語で、黒曜石の蝶を意味するが、図像上は羽についているのは、黒曜石ではなく石頭であり、また、蝶の羽ではなくコウモリの羽が描かれていることもある。 さらには死の属性を持つこともある。イツパパロトルは楽園であるタモアンちゃんの女神である。人類の創造説話では、オショモコと四クとなるが神々によって最初に創造された人間とされるが、最初の女性であるオショモコの主要な属性は蝶であり、やはりイツパパロトルと関係が深い。イツパパロトルはまた戦いの女神でもある。メソアメリカにおいては、 長やガガ火の中に飛び込む習性を自己犠牲の英雄的行為と考えられており、また長自身が炎の象徴ともされた。戦士たちは戦闘時に長の頭像を身につけていた。死んだ戦士の霊魂は長やその他の飛ぶ生き物になって太陽の楽園に住むと考えられていた。アステカ歴ではとなるポワリの二重の日付の名前の打ちコンドルを支配し、 また一の家のトレセーナを司る。一の家はまた西に配当され、出産で死んだ女性の悪魔化した存在であるシワテテオの一人に捧げられている。また日食時に人間を喰らうちついみめとも同一視される。古典記、サポテカの統制の骨壺に描かれている女神に J は、いつパパロトルの原型かもしれない。頭がされ神戸で石頭の歯がついた蝶の羽が生えている図像は、 ここ天気早期のトゥーラに最初に出現する。ありがとうございます。